ぱい入ってんだよ。これチョコレートなの。じゃあね、りょうくんチョコレート。あ、じゃあ、はい。カベーラって、日本語で言うと、貧民街ってのかな。まあ、俺はブラジルのリオデジャネイロってとこに、ちっちゃい頃、うん、5年か6年ぐらい住んでて、うん、で、その、すごく身近にその、スラムみたいなのが、本当にリオの街には、もう、50も60も70もあって、うんうん、で、本当に、なんか、こう、富裕層と貧困層の格差っていうのが本当にすごくて、うん、で、その中で街を歩いてるだけでももう本当に、いっぱいストリートチルドレンたちがいるような街で、うん、リオっていうのは楽しくてカーニバルがあってサッカーがあってっていう、うん、すごいで女の子も可愛くてっていうすごいこうポジティブな面ばっかりにフォーカスが当たってるけど、うん、そうでもない一面っていうのがやっぱり地球の裏側では、うん、日本からだと見える見てると分かんないかもしれないけどすごい子供が本当に1日に3人も4人も殺されちゃってる現状があったりとか、うん、みんな本当に20歳になる前にみんなほとんどの子が死んじゃったりとか、うん、そういうなんて言うんだろうな無視して生きようと思えば無視できる部分ではあるけれども、うん、僕たち日本人は、うん、でもそこをこうスポットを当ててあえてね、うん、地球の裏側ではこんなことが起こってるよって言ってで、だけどファベーラを聴いたら答えがわかるっていう曲ではなくて、うん、ファベーラで問題定義をしたいなと思って水谷春で、はい、あーいいねおーイエーイはい、お隣君岡崎加穂です、岸谷春樹ですへぇ、男大きくなった岸谷のどかですへぇ、のどかのどかちゃんで、のんちゃんですか、うん、のんちゃんのんちゃんイエイ、はい、るきくんの妹ですご兄弟そうなんだ、そうなんだるきくんお兄ちゃんだったお兄ちゃんスペイン語ブラジルブラジルでさ、サッカーに強い方そう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 サッカー、サッカー、サッカー好き好きサッカー好き僕もあったんで、ちっちゃい頃ちょっと、ブラジルブリアリベリーだちょっと、ハルキ君とそんなことじゃあ、男同士のサッカー好きサッカー好きじゃないサッカー好きじゃないこれどういう意味？どこやったの？意味？どんなこと歌ってるの？はい、シンバさん。これはね、愛してほしいって意味なの。ポルトガル語で。じゃあ下。下は抱きしめてほしいっていう。これは愛、アモールっていうのは愛って意味で、パスっていうのが平和って意味なの。パラはパラっていうのは何々しっかりしてたら困っちゃう。そう、僕たちファベーラっていうのは僕たちの住んでる町っていう町に愛と平和をっていう。難しいよね。みんなと一緒にやろうか。とりあえずじゃあ。自分の歌を歌ってくれてるのがすごい嬉しい。子供コーラスを起用すると。これはなぜそうしたんでしょうかね。ファベーラの主人公は僕ではなくて、あの曲の主人公は僕ではなくて、うん、1番は男の子の物語で、うん、2番は女の子の物語で、うんうん、で3番がその、まあ、そういうファベーラの子供たちが地球の裏側の日本の僕たちに届けるメッセージっていうのを僕なりに解釈して作った曲なんですよ、ね、なるほど。だから主人公は僕ではなくて子供が主人公だっていうことを考えた時に、うん、僕がサビを歌うべきではないのかな、うん、ああなるほど。でその
協力を要請してっていう、うん、なるほど。まあポルトガル語だから難しいとは思うけど、うん、はい、今日単位、でも、あ、燃える魔法の視線の先、ボイスや受けして許さない、それを伝えたいっていうのは念頭にあったのかな。もともとあったテーマというか、書きたいと思ってたテーマなのか、うん、そうですね、もともと書きたいっていうのがあったし、結構初め、もともとはね、うん、人を愛そうとか夢を追いかけてとか、そういうポジティブなメッセージっていうのはすごく自分の中でこのアルバムを通して伝えたいなと思ったメッセージではあるんですけど、うんうん、ただやっていくうちに、うん、ちょっと矛盾を感じてきたというか、うん、その要は身近な人を愛するがゆえに周りは傷つけてしまう現状とかって、うん、わかんないけど、うん、何でもいいけど、この間バレンタインだったけど、バレンタインチョコレートを、うん、例えば女の子がプレゼントして、うん、みたいな、そういうすごくハッピーな、うん、日本ではすごいハッピーな現状だけど、でもその裏側ではカカオ豆が何になるのか分かんないで強制労働が振られてる子供たちがいたりとか、なんて言うんだろうな、その日本人として生きてるかゆえに、うん、僕たちはハッピーであるし、うん、もちろんそういう考えなきゃいけないことっていうのはもっと身近なことあるのかもしれないけど、うん、その日本人である責任というか義務、うん、ハッピーである心が満たされてる自分たちはもっと外に目を向けるっていう義務があると思うんですよね、うん、僕たちは、うん、でその一つの、俺にとっては身近であるブラジル、特にリオデジャネイロの、あのファベーラに住む、ファベーラから出てきたような子供たちとか、ファベーラに住む子供たちとか、うん、そういうことっていうのは、でも僕が何ができるっていうわけではないんだけど今直接は、うん、でも何か考えて、何かこういうことを思うんだけど、みんなこんなことが起こってんだよっていうメッセージぐらいは発信できるかなと思って、うん、なるほど、うん、でもこのシンバとして、シンバっていう人間が何を考えてるのかっていう部分を一番強く伝えたい部分が出た曲でもあるかなと、うん、なるほど。歌詞の中に、あのコルコバードの神様っていうね、ちょっとあの馴染みの薄い言葉ができたんだけど、それは一体何なんですかね。コルコバードっていうのは、うん、あのリオに、今ちょうどここにそのあれがあるんですけど、うん、これ鍵のやつで、これかな、これがこのクリストの像なんですけど、うん、これがあのリオの山に、うん、山の上に、写真とかで見たことない、あの山の、山があって、山の上にこう、はいはい、立ってるんですよ。はい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 。そのコルコバードの神様っていうのは、もうリオから、リオに住んでれば、もう結構高いところにあるから、結構どっからでも見えるような位置にあって、うん、そう。で、みんな、そのコルコバードの神様のクリスト像っていうのを見て、今日も頑張るぞ、みたいな、多分気になるような。なリオの象徴だ。そうですね、もうリオといえばあれって言っても結構過言じゃないかもしれないです、うん、トラックを作ってくれた人が T4 って言うんですけど、ええ、本当に彼はなんつうんだろうな、人の
何分だろう、心にこう響くような人の心なんか歌詞とかが乗っかる前にもうすでになんかノリがいいとかそういう概念だけではなくて、まずその人の心に響く琴音に触れるような音遣いとか旋律っていうのを分かってる人だから、うん、で賢龍くんのトラックをかなりずっと作ってて、うん、で賢龍くんのファーストアルバムで出会いっていう曲で一緒にやって出会って、そこから結構長い付き合いなんですけど、うん、でぜひなんかファベーラっていう案が浮かんだ時にこれはちょっと T4 にちょっと琴音に触れるような人の心にグッとこう、うん、深むようなトラックをと思って依頼しました。この曲に聞いてどういうところを感じ取ってもらいたいのかなっていうところをお二人からお聞きしたいんですけども、 T4 さんから。そうですね、まあ実は今回この曲をやって逆に僕が勉強したところもあったんですよ。まあ実際まあ、僕日本で生まれ育って、まあ、貧民層もないしゲットもなければ、まあ、別になんつうんですかね、本当に食うものに困ってるかって言うとそうでもない、まあ、金がなくて困ることはあるんですけど、明日生きる金がないっていうわけではない生活を送ってきてるんですね。でやっぱそれが普通だと思ってるんですけど、やっぱそれは実は世界的に見れば普通じゃなくて、世界のそういう至るところではそういうなんですかね、まあ物乞いしてる子供たちとか、まあそういう現状があるわけで、ただそれを救おうって頑張るんじゃなくてまあそういう現実があることも知っておこうと、頭にあることだけでだいぶまあちょっと変わってくるよということを、子供だけじゃなくてですね、今普通に働いてる僕らの年代とか、あとそうお父さんお母さんで、まあ、50代とかそういう人たちにもちょっともう一回思い出してもらいたいっていうところありますね。昔戦後間もない頃日本もそうだったと思うんで、まあ、そういったところを思い出してもらえればなと思います。なるほど。新馬くんは日本人っていうのは恵まれてるから、そのなんて言うんだろうな、そういうストリートチルドレンたちとは違う責任っていうのが絶対持たなきゃいけないと思うんですよね。日本人はとかこの恵まれてる人たちが世界が平和になるためにはどうしたらいいのかっていう、その多分人類が生まれてから今まで来てるずっとしたそのテーマだと思うけど、真剣に世界平和って考えれば考えるほど結構矛盾することって世の中いっぱいあって、まあそこに対する問題定義みたいなものをできればいいかなと思って作ったんですけど、うん、なんだろうな、そのまず身近な人を恵まれてるか余裕があるでしょ、余裕がある僕たちはまあもちろん身近な人を愛して、その親や兄弟とか子供とか友達とかを愛してそれで十分幸せなんだけども、そうなれない人たちっていうのは世の中にいっぱいいるし、それが原因で争いとか戦争が起こってるっていう現状だってあるし、それが現状でそういうことが起こってて、その子供たちがすごい不幸になってるっていうあると思うんですよ。そういう話ってよくテレビつけられてるだろうけど、でもそういう現状っていうのはを知って、日本人っていうのは絶対それを知らなくちゃいけないし、知った後にモーションを起こさなくちゃいけないのを僕たちだって思ってるから、そうすることでまず身近な人を愛して、余裕があったらその次にもう世界の裏側だろうがどこだろうがそこまで自分たちの愛ってものを届けようよっていう、そこまでのことを言って、ただ自分に対するあれでもあるんだけど、自分自身もそれがまだできてないから、力がまだないから、だけどちょっと考えようよっていうことぐらいはできるかなと思って、とりあえずこの曲をお届け。なるほど、話が長いで今回この新馬さんのアルバムの中でのこの曲の立ち位置っていうのはどういうものなんですか？俺は世界平和っていうのは結構本気で願ってるし、その人間の一人として、じゃあこのアルバムでいいのかって思った時に絶対これじゃ足んねえと思って、で
俺だったらどう表現して、どうしたら、ただ世界平和で世界平和って言って歌ったって届かないから、じゃあ実際どういう現状があるのかとか、こういう問題定義をするっていう上でみんなにちょっと考えてみましょうっていう、シンバっていうのはこういうことを考えてる人間だよっていうのを提示して、あなたならどうしますよっていう感じがあったかなと思います。なるほど、ありがとうございます。まず自分を大切にしてくれ。子供を愛せ、親を愛せ、兄弟を愛せ、仲間を愛せ。それでも余裕があったら地球の裏側にある。